こんにちは、ドクター熱血です。今回はキャラクター紹介行ってみたいと思います。正月芝海炎、芝海炎は地属性、地属性ね、僕2体目だったんですけど、いや数えたらね、1,2,3,4,5,6,7、 まだ7体しかいないんですよ、地属性って。クリスマスウキタケ、アイゼン、正月開演、水着夜市、ハッチ、ハロウィン乱菊、破面織姫の7人で、今回7人目となった地属性の芝海炎です。体力は679、攻撃392、防御282、会心205、霊圧396となっております。攻撃力は実はアイゼンと一緒で、地属性同率第2位。実は浮き竹が攻撃力ナンバーワンで407、結構飛び抜けてるんですね、浮き竹はね。で、防御が海炎は282と、地属性ではナンバーワン、第2位が浮き竹の276になってます。で、これ表に出しとくか。でもどこに出せばいいんだまあいいか。出すとしたら左とかに出しとくかな。で、会心が205で、実はこれは地属性で同ペ、織姫が206なんで織姫よりも会心が低いと。で、霊圧が396で、これは、地属性みんな高えな第2、まあケツから数えた方が早いなっていうような状態ですね。開演ぐらいですかね、槍ってね。トライデントかな。背中見てなかったな。はい。必殺技はネジバナ。凄まじい。これ読めねえ。何？なんて読むのこれ。凄まじい波。ほぼ前方に出し、津波っていう字じゃないよな。当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は強攻撃クールタイム短縮 12% となっております。こっち、あれ、虫眼鏡が落ちて。みんなで迎える正月は何度やっても嬉しいもんだろ。芝海炎 13番隊にいた頃、新年の餅つき大会で張り切って袴を着て仲間と笑って過ごせる正月の大切さをルキアに伝えた。芝家のね、この手の模様と、あと門松もこれ凄まじいでかさだよね、実はね。だって家がさ、家の2倍ぐらいの高さあるよね、これね。凄まじいでかさの門松ですね。あ、俺やってなかったけど、これなんか出るかな。出ねえぞこれこれだってさ、そうだよね、この2人だけのソウル特性であって、いやまあ誰もこのチーム作るやつはいないとは思うけれども、せっかくならさ、せっかくならこれちょっと、なんかつけてよ残念だなぁ。せっかくだからこのチームで一回行こういいじゃないの、いいじゃないの。すごく様になってると思います。さあ、じゃあ実際に動かしてみましょう。どうせならなんか心属性で難しいとこ行ってみるか。ボスウルキオラか。クリアできるかな。あ、てか別に強いとこ行く必要ないんだ、みんなレベルマックスなんだから。簡単なとこで説明しましょう。
どもいいや。あ、せっかくダメージが、ダメージが見てみたいか。心属性に対してのダメージを。で、ゲストは入れずに出発。カイエンはね、思ってない方もお試しプレイができたんで、通常攻撃とか強攻撃とかを見たことある方も多いんじゃないでしょうか。これ槍だからって別にリーチ長いって感じじゃないんだよな。とりあえず、通常突き切り上げ、斜めから下ろす1回転の4段、強攻撃1、突進の突きですな。強攻撃2、押せって言って結構出が遅い。まあこれは前方円形にって感じかな。で強攻撃3、カイエンで唯一の多段技になっているのが強攻撃3ですね。これが、ガード崩し等々に有効な技ですね。実際もうちょっと進んでみましょう。これに出が落ちてなかなか当てづらいです。ラスト、何段あったかな、3段ぐらいあったかな。さあ次に必殺技を披露しましょう。こっからが俺の見せ場だぜ、ネジバナ。何段引っ越してたかな、もう一回行こう。こっからが俺の見せ場だぜ、ネジバナ。はい、というわけで今回、なんだよこんなもんで終わりか。はい、今回は、地属性の星5正月芝海園紹介させていただきました。まあ、7日までだったんでね、もうゲットすることはできないんですけれども、初めての槍、今までは打撃か軌道か、残幅の刀かっていうことが多かったんですけど、残幅の槍タイプということでね、珍しいタイプじゃないでしょうか。でようやくね、あのネジバナが見れて、まあ、残念ながら会合は言いませんでしたけども、まあまあ使っていて結構楽しいキャラではあります。はい、今回は以上になります。以上ドクターネケンでした。お疲れ様でした。